はいどうも皆さん、レイヤルンです。今回は無償提供品特別編ということで、サバゲーの方で、お世話になっております、チチさんよりね、無償提供品が今回届きました。で、なぜね、無償提供品開封動画なのに顔出ししてるのって感じなんですけど、今回無償提供品送られてきたものが、もうこの画面全体を使わないと表現できないぐらい大きいのが届きました。はい。なのでね、そちらのチチさんから届いたものをね、開封プラス紹介の方させていただきたいと思います。はい。何があってもね、どんなものが現れてもね、皆さんね、普通に楽しんでください。はい。じゃあまずね、チチさんから3種類の無償提供品が届きました。まず1つ目からいきたいと思います。こちらありますね。いやー、さすがチチさんって感じですよ。すごい斬新というかね、はい、こちらです。南アルプスの天然水、こちらね、2リッター9本、お水、見えますかね、ちょっと映ってるんですけど、これね、南アルプスの天然水、9本、2リッター9本。9本。そやな、ウイスキーとか、ブラックニッカー割れるやん。水割りとか、やっぱりこう、うちの冷蔵庫で生成される氷が美味しくなったりとか、いろいろね、活用させていただきたいと思います。ありがとうございます。ちさん、すげえ、はい。もう、ええわ。水はええわ。これな、水はええとして、はい。水割りとして。でね、また次に二つ目ですよ、二つ目。いや、もうね、素晴らしい、こちら、三角コーンが届きましたね。はい、これ、はい。三角コーンが、届きました。せっかくなんでね、ちょっとね、開封していきたいと思います。すごいな、これもう、モノ本だぜ、これ。もう、リアルサイズだぜ、これ。ていうか、三角コーンだぜ。いやー、うわー、すごい。うわー、もうこれだってさ、三角コーンやん、これ。三角コーンだね。一応、コードとかあるんだね、これね。はい、ありがとうございます。はい。いやー、もう立派な三角コーンが届きました。はい。これな、ほんまにプチプチに巻かれた状態でね、いきなり、いや、何が送られてくるかなんて、それは無償提供品なんでね、聞いてなかったんですよ。で、黒猫ヤマトさんの、宅配の人がね、これをバーって持ってね、私に渡してきたわけですよ。もう俺何残っちゃわからへんかったからな。これどないすんねん言いましたもんね。宅配をこう受け取って、俺これどないすんねん言いましたわ。じゃあその発送の人も首かしげてましたけどね。はい。でも、いや、もう素敵、もうこれ素敵やん、三角コーン素敵やん、これ。どうしようかなこれ。また使わせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。でね、水ときて、三角コーンときて、で、最後にですね、こちら、これだけね、箱なんですけど、これだけ、ほんまこれだけ何が入ってるかわからないんですよ。だから、これの開封がすごいね、楽しみだったんですけど、ね、ちょっと開けていきたいと思います。さすがに実はもう、ラブライブ関連の、やつって言ってたからね。はい。でも、そこら辺は大丈夫のはず、大丈夫のはずです。じゃあ開けていきたいと思います。せーの。うわ！うわ！すごい！すごい！ここに来て一番正しいやつ来た。ここに来て一番しっくりくるやつ来た。すごい！見てこれ。これあれみたいです。あ、すごい！実用性がすごい。ラブライブ石鹸ケースでございます。あ、これ石鹸入れとくやつな。はぁ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 。いやー、ラブライブ口って何でもあるな、しかし。あ、これでもええやん。お、めっちゃええやん、これ。石鹸ケースやって、これ。石鹸入れとけるやん。うわ、これええわ。
これ、まあでもぶっちゃけこれ別に石鹸入れやんでもええわけでしょ。これ別になんかあのゴムさえあればさ、別にちゃうやつでも入れれるわけじゃないですか。いやー、いやマジでか、いやありがとうございます。いやまさか石鹸ケースがあるんだね。いやここに来てすごいな。いやこれね、なんかのつながりがあるんかと思ったんですよ。三角コーン来て、水来て、でなんかわからない感じ。なんかね、俺の予想ではね、水が来た時点で、あ、これ絶対米来るわ、みたいな感じで思う。勝手想像したんですけど。違いました。石鹸ケースでございました。はい。父さん、ありがとうございます。いや、もう本当にね、最近一緒にサバゲーの方できてないんですが、ちょっと、なんか、もし機会があればね、大阪の方で一回一緒にサバゲー、もう一回、ビーホリックさんと一緒にサバゲーしたいので、またぜひ誘っていただけたらと思います。はい。いや、まあですね、まあ、いろいろ、まあ、ちょっと、なんか、すごいね、提供品のオンパレードだったんですが、いや本当に嬉しかったです。ありがとうございます。まあ、また全然ね、まあ、こちらの動画としては結構びっくりするような形でリスナー様に伝わったと思います。今回こういう機会をねいただいて誠にありがとうございます。はい、というわけでまあ、こんな顔出しの新しいタイプの無償提供品開封動画になりましたが、ご視聴の方ありがとうございました。レイゲルンでした。ではでは。